平野紫仕様、新たなスタートで無双状態の理由と未来の展望。2023年7月7日、平野紫仕様は滝沢秀明氏が主催する新事務所、戸部に席し、瞬く間に SNS a で無敵の存在となった。その驚異的なファン獲得により、キングプリンス、スノーマン、松本純らを二日で抜き去り、彼のキャリアが新たな局面に突入した。 本校では、平野潮の無双状態の理由とこれからの展望について探る。ファンの熱狂。ジャニーズ事務所から飛べへの移籍後、平野は公式インスタグラムアカウントを開設し、2日でフォロワー数が275万人を突破した。これは、ジャニーズ事務所内で成長を遂げるスノーマンやキングプリンスをも凌駕する数字である。特に、 平野が所属する Z 世代において SNS の影響力が顕著であることが伺える。その数字が物語るように平野耀はファンの間で非常に強力な支持を受けているようだ。SNS との相性。平野耀の無双状態には SNS との相性の良さが大きく影響している。 ジャニーズ事務所を離れた後も、彼の SNS を通じた発信が広く受け入れられていることが伺える。寝癖の写真一つで4万コメント超えという反応は、彼のファン層がどれだけ熱心かを物語っている。これにより、平野がファンとのコミュニケーションを大切にし、ファンとの結びつきを強化していることが伺える。CM 活動の継続に注目。 ジャニーズ事務所を退除しても、P&G 社、パブリンズの CM に出演し続ける平野市要。契約は今月中旬までとされ、その後の動向が注目されている。一方で、同社の他の製品には、幾田東馬や菊池風魔ラジャニーズタレントが出演しており、平野がどのような方向で活動を続けるのかに期待が寄せられている。 芸能記者によれば、パブリンズの CM での平野の存在感は非常に強く、アイドルの輝きを損なわずに洗剤や消臭スプレーのイメージキャラクターとして成功しているとされる。そのため、継続の可能性は高いと言えるが、これからの動向に注目が集まることは間違いない。岡本カワンとの関連。 岡本カウアンが外国人記者クラブでの会見で性被害を明らかにし、平野紫耀が同じユニットに所属していたことが話題となった。しかし、カウアンの発言により、性被害疑惑の試練をくぐり抜けた平野の人気は揺るがず、ファンからは全面的な擁護の声が上がった。 岡本カウアンと平野が同じユニットに所属していたこともあり、その関連性が報じられている。ユニット、セクシーボイズの歴史。岩橋玄樹、神宮寺雄太、マリウス派という顔ぶれで構成されたセクシーボイズは、ジャニー北川氏のコリ、氏メンバーであった。しかし、岩橋はパニック障害で芸能活動を休止し、マリウスは、 体調不良を理由に芸能界を引退した。ジャニー氏の氏面にもかかわらず、メンバー全員がジャニーズ事務所を退所したことから、このユニットは一時期の話題となった。ジャニーズ事務所の性加害問題において、第三者委員会がどのような調査結果を出すにせよ、平野の人気はすでに固いものとなっている。 平野紫仕様は新たな事務所、飛べへの移籍をきっかけに無双状態に突入した。SNS 上でのファンの熱狂、CM 活動の成功、そしてジャニーズ事務所を離れても人気を不動のものにしている。これからの展望に注目が集まる中、彼の多彩な才能とファンとの強い結びつきが今後の成功を約束している。 ジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切った平野耀の未来が、ますます注目されることだろう。